作戦の部活ということで、今回は新リップかファットリップかお悩み相談という動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回もですね、コメント欄の方に来た質問に回答したいと思います。この方はね、ちょっと吹き方で悩んでるということで、ジャズがやりたいということなんですよね。で、音色をいろいろこう追求されてると。で、その中でちょっとわからないことが出てきたので質問いただいたということです。まあ、こういう方多いと思いますので、しっかり回答していきたいと思います。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは質問内容の方を読みたいと思います。この方タカさんですね、どうもありがとうございます。アルトサックス初めて2ヶ月のものです。柳沢は WO20 を使っています。マウスピースは柳沢メタル6番で、リードはバンドレンジャバ2半です。サックスを吹くことが想像以上に楽しくて、ミキさんの動画を見ながら毎日6時間ぐらいサックスを加えています。ジャズが吹きたくてサックスを買ったので、ジャズサックスの音を追求しながらスケール練習をしたり、バッキングトラックに合わせてリズムに乗って吹く練習をしています。他のチャンネルの講師の方ですが、ジャズの音を出す練習の方法でサックスの位置を目いっぱい下げて、気をつけの姿勢でマウスピースの先端が顎の先端に当たるぐらいで顎を引いて音を鳴らすというのを紹介している方がいて、その通りにしてファットリップで吹くようにしたら、初めてジャズらしいサウンド、かっこサブトーンに近い音が出て、すごく嬉しくて、最近はその姿勢で練習しているのですが、ミキさんが演奏している姿勢を見ると、自分がすごく見当違いなことをしている気がします。ミキさんはもっと顔が前方に向いていて、顎だけを引いているように見えるので、その方が喉も潰れないし、なんといっても見栄えが良いです。YouTube の講師の方たち、みんな言っていること、やっていることが違うので、何を参考にすればいいのか分からなくなっています。長くなりましたが、私が聞きたいことは、ジャズらしい音を奏でる上でファットリップで吹くべきなのか、新リップで吹くべきなのか、顎の引き具合、サックスを構える高さなど、何かヒントをいただけたら幸いです。まとまりのない文章で申し訳ありませんということですね。どうもありがとうございます。詳しくね、ありがとうございます。はい、ということで、こちらにですね、ちょっとまとめてみました。この方ね、前回の動画でもね、質問していただいた方ですね。動画の方活用していただきました、ありがとうございます。でこの方、まずですね、ジャジーな音が出したいということですね。でサックス歴2ヶ月の初心者の方で、楽器が柳沢の WO20、 マウスピースは同じく柳沢のメタル6番、リードはバンドレンジャバ2半というセッティングですね。 A のような、感じで吹いてると。まずストラップを下げて吹いてると。で、ファットリップで吹いている。じゃあ、サブトーンっぽくなったということね。ジャズっぽい音っていうのは、要するにサブトーンっぽい音 のことなんですけど、こう、真似すると、こんな感じですかね。はい。一方ですね、B、僕の動画を見ると、僕の姿勢のことをね、ちょっと書いていただいてるんですけど、普通の姿勢ってことですね。ストラップを下げすぎていない。あと、新リップですかってことですね。これちょっと推測ですよね。で、顎だけ引いて拭いてる。普通の姿勢で、顎だけ引いて、拭いてると。こんな感じですかね。質問としては3点ぐらいありましたね。1が A と B どちらが良いのでしょうかということですね。この方にとってですね。2番は顎の引き具合はどれぐらいですかと。で、3番はサックスを構える高さはどうですかということですね。はい。順番に答えていきたいと思いますけど、まずですね、前提として、お伝えしておきますけど、僕はですね、ファットリップで吹いたことがほとんどないです。はい。だから、ファットリップに関しては、ちょっとね、聞かれてもよくわからないのが本音です。かといって僕は新リップかというと、一応新リップになるんですかね。ちょっと自分が新リップという自覚がないんですよね。サブトーンを吹けるようにする過程で、唇はその音が出る感じで巻くようになったから、ファットリップにしようとか新リップにしようとか考えたことないんですね。で、過去にもそのファットリップとか新リップの話って何かで読んだりとか、何かやってる人を見たこともあるんですけど、正直僕はもともと吹奏楽からジャズに転向した人間なので、そういう人間ってほとんどね、ファットリップじゃないと思いますね。だから普通に巻く、それが新リップっていうのが当てはまるのか分かんないけど、少なくのファットリップじゃないと。
で、ファットリップは試したことあるんですけど、ちょっとね、僕自身難しいなと思って、というのは、なんかいろいろコントロールするのが難しいから、ちょっとね、音がどうしても下と上がきつくなっちゃったりとかね、そういうのがまああったりして、そこまで魅力を感じなかったっていうのもあるので、僕はファットリップはやってません。はい、ただ、他の人がやるのは否定しないです。僕の場合はということですね。まあ要するにその、まあ老けてたら何でもいいんですよね。うん、で、この方の質問で、例えば A のような感じで吹いてるっていうのは僕もねやったことありますっていうかずっとやってました。20代の時はめちゃくちゃ低くしてこうやってもう吹いてましたよ。それはなんでかって言ったらこういう吹き方なんで流行ったかって言ったら一つケニー・ギャレットですね。ケニー・ギャレットとジョー・ヘンダーソンの影響だと思います。ケニー・ギャレットの吹いてる姿見てもらうと分かりますけど こんなんですからね。で、ジョー・ヘンもこんなんで、なんでかって言ったらやっぱりそのサブトーンっぽいサウンドになるからですよね。唇の当たり方がやっぱりこう顎を引いた方がちょっとスモーキーになるんですよ。音が顎をこうクラシックみたいに出してたらこうブライトですよ。明るい音色になりますけど顎を引いていったらちょっとくすんだような音色になっていくんですよね。それがジャズのプレイヤーがそういうサウンドを出すからまあそれっぽい音が出て嬉しかったということだと思いますね。ただ僕はですねその結局ストラップの高さっていうのは僕自身ねまあ普段の高さがまあこれぐらいだとしますね。で僕の見てくださいね、これ顎に当たるぐらいですよ僕も、はい、この方が気をつけの姿勢でマウスピースの先端が顎の先端に当たるぐらい、僕も気をつけだったら顎の先端に当たるぐらいですね。でそれをちょっと楽器をこうね持ってで顎を吹いてみると、顎を引ける余裕があるような高さにしたらどうしてもそれぐらいになるんじゃないですかね。で実際その上げすぎて口が深くなりすぎると音がきつくなりすぎるからそういう生徒さんには僕はねちょっとストラップ下げて顎を引くようにしてくださいって指導してます。だからそういう風な方向に行くんじゃないですかね。だから僕がでこの方と全然違うっていうのはまあファットリップに関して違うけどそれ以外はそんなに差はないかもしれないですね。まあただ僕はその筋トレとかやってねちょっと姿勢良くなったんですよね。もともと僕むちゃくちゃ姿勢悪かったんですよ。こんな姿勢で吹いててここにこうシワがこう入るぐらいもう超猫背人間だったんですよ。でそれで体をちょっと壊したりしたのでそこからねいろいろこうストレッチとか運動とかやるようになってで筋トレにハマったりして今ねいい感じの良い姿勢の人になったと。もともと超姿勢悪かったんで僕のことを学生の時から知ってる人とかもう僕の見た目はもう猫背と思い込んでると思いますね。だから背伸びたかって言われるぐらい変わりましたね。ちょっと余談ですけど。だからこの人がやってる気持ちはすごくわかりますよ。だから僕も猫背でこうやって下げてケニーゲレット真似してこうやって吹いてたりしたんで。で、そうやって吹いた方がいいっていう風に教わったりもしました。トキさんとかそうやって言ってますよ。トキさんとケニーゲレット全然プレイスタイルちゃいますけど、そのストラップをね、ちょっと下げて吹くのは言ってましたね。ただこの方がいろいろこうちょっといっぱい書いてるんでちょっと全てにこう答えれるか分かんないですけど喉が潰れないっていうのはそうかもしれないですね。喉はヘッドバックって言ってちょっと頭をこう引くと声が良くなったりするんだね。僕の声良くなったと思うんですけどこれヘッドバックっていうこう頭引いてるんですよ。いわゆるそのオペラ歌手の人とかがやるようなやつですね。まあこうするとですね実際その音もよくなったりすると思いますよ。あんまりやったらちょっとふざけてる感じなんでちょっと普通に戻しますけど頭引くだけで声変わりますね。こういう姿勢で吹くのは確かにありですよ。フルートのホイッスルトーンとかバイオンやるときってやっぱ顎をちょっと引いてね喉広げるようにとか喉広げるようにこういう姿勢の方が僕は出やすいかなと思ってるんですけど、まあ専門家じゃないんです。僕のただの推測ですけど、それで喉が開くことが影響してるかなと思います。はい。顎の引き具合に関しては、うん、ちょっとこう引けるぐらい。だから、正面向いたらちょっと上目遣いで見るみたいな感じがいいんじゃないかなと僕は思ってますね。ジャズ吹く場合ね。うん、実際その方が音が落ち着く感じしますね。はい。だから、こういう音に、顎引いて、こういう方がちょっとジャジーの音が出やすいのかもしれないですね。であとそれはねまあベンドとかねこうサブトーンにしたりノーマルトーンにしたり顎をね結構動かすから顎の自由度を得るために顎は引き気味の方がいいかなと思ってます。で3つ目のサックスの構える高さ、これは顎を引くのと一緒ですよね。ちょっと顎が引けるぐらいの高さと思っといたら失敗ないと思うんですよ。僕もだから結局だから顎に来るぐらいになってるんですよね。
で、上から下まで吹いて吹きやすい高さっていうのを意識したりしてますね。なかなかね、こういうのこれですってこう決めつけられないんですよね。考え方のヒントみたいな感じで、あとは実践して掴んでいくっていう感じになると思います。で、この方はね、僕が気になるのはサックス歴2ヶ月なんで、そういう時にね、あんまサブトーンにこだわるとちょっとわからんくなるんちゃうかなと思うんですよ、音がね。だから普通のノーマルトーンでまず普通に上から下まできっちり吹けるようにした方がいいと思うんですよ。もちろんそれがファットリップでできないとは言わないです。まあそれで練習してみて、それでできたらそれでいいと思いますよ。あとだから音量もピアニッシモからフォルテッシモもね、ちゃんと使えると。偏りがないってことですね。で、偏りがないのはやっぱりその新リップの方が偏りづらいですね。音もコントロールしやすいのはあるんちゃうかなと思います。もちろん前提として何度も言いますけれども、僕はファットリップをマスターしてるわけじゃないからちょっとわからない部分になりますけど、だから僕の経験で言うと今新リップしかないんで、新リップで吹けるようにしてからサブトーン練習しても全然僕みたいに吹けてますし、他のプレイヤーもそんな感じなんで、まあ支障はないかなと。で、6時間吹いてるっていうのはね、すごいっすよね。その調子でどんどん吹いてもらえたらと思うんですね。ただね、2ヶ月なんで、まあちょっと無理は禁物でね、一気にやりすぎたらなんかやっぱ反動ってくるんで、まあでも好きで吹くのはもう好きなだけ吹いたらいいと思います。はい。っていう感じですかね。ちょっとね、どちらかと回答になってたらちょっと申し訳ないんですけど、この方の質問に対しては、A か B どちらがいいかっていうのは僕はちょっと決めれないです。ただ僕の経験的には、新リップで吹くのは全然ジャズも吹けますから、まあ、ありですよってことですね。あと他のチャンネルの方が、まあ僕もそうですけど、みんな言うことが違うというのはもうそれはね、しゃあないですね、ある意味ね。その中で自分に合ってるとか、この人の言ってることは信用できるとか、例えば見てて相性もありますよね。僕の説明の仕方が嫌な人もいると思いますよ。僕の説明が気に入ってる人もいると思います。それはもう人それぞれですから、僕はこうやって動画を出して、あとは皆さんが判断してくださいというふうにしています。それで良ければ僕のチャンネルはご活用いただけたらと思います。で、もっと合うチャンネルがあればそちらを使って、要するに上手くなっちゃえばいいわけですからね。僕自身何か学ぶときは、いろんなその YouTube の動画を見ることもあります。で、その中で、あ、この人ためになるなと思うのは、やっぱり登録してずっと追っかけたり、いろんな動画を見て、その人の考え方とかまで含めて学ぶようにしてたりします。何かヒントになれば幸いです。で、あと、顎の引き具合は、ちょっと、こう、ちょっと引けるぐらい。このちょっとが難しい。引きすぎたらね、苦しいですよ。ちょっと引ける余裕を持つってことですね。で、あとはサックスの構える高さも一緒です。顎が引けるような高さでストラップ調整して。ちょっと下。だから正面向いた時に、顎が上がってない状態。これはやりすぎです、絶対に。これに合わせるの。クラシックの場合ありますけどね。ちょっとこう、上目遣いになるように。わかります？この感じ。普通の胸付けがこういう状態だとしたら、これぐらい。ちょっと顎下げましたね。はい。ちょっと顎下げるぐらい。で、ちょっと余裕がこう出ますから、吹く時のね、この顎のかとこ、窮屈じゃないようにするところですね。っていうのをヒントにしてみてください。ということで、こんな感じですね。サックスに関することであれば何でもコメント欄の方に書いていただきましたら、随時こんな感じで動画やテキストで回答していきます。あと、このチャンネルの動画が役に立っていて応援したいという方は、スーパーサンクスとチャンネルメンバーシップやっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。詳細は概要欄の方に書いております。あと、チャンネル登録といいねもぜひよろしくお願いします。サックス戦の